しいな。どうしてまだ縄文に着かないんだ？5年ぶりに幽門城に帰ってきた。5年前、俺は親父と大喧嘩してさっさと家を出た。家を出るとき、しばらく生きていけるだけのたくさんの金を持っていった。放浪していた頃、金が底をつきそうに。さて、ついに幽門城に戻ってきた。あら、ヘラクレス。ルリ、相変わらずだな。そういえばここに来る途中でモンスターに遭遇して、いつもと違う感じがしたんだけど。最近いろいろあったからね。まずは家に帰った方がいいと思うよ。いや、帰ろうと思っていたところなんだ。お前は誰だ？なん？私はカエリ、ビットデーモンキングの娘よ。知ってるでしょ？ああ、聞いたことがあるような。よく聞いて、私たちはお父さんに分かる。待てよ、意味が全くわからない。もちろん、父親の借金はあなたが引き継がないと。わかった、どうにかする。そうね、じゃないと後悔するわよ。じゃあね。さあどうする？逃げた方がいい。ヘラクレス、あの借金を背負う意志。ルリ、ドアの前で盗み聞きしてたのか？あなたが何を考えているかなんてお見通しよ。逃げたってケリーは諦めないわ。ケリーが怒ってこの町の人たちへの当てつけに幽門城の全てを破壊してしまうかもしれないなんてことは考えた？そんな大事にはならない。とにかくこれはもうあなた一人の問題ではなく幽門城の。じゃあ教えてくれ、どうやって一括で2000万 GP を捻出すればいいんだ？まだ方法はあるわ。デーモンと交渉したんだけど、2000万 GP を分割で支払うために1年の猶予を与えてもいいと言ってきたわ。でも親父はいないし、俺は店の経営なんかしたことない。それは任せて。パブの経営だけじゃなくて道具屋についても私は詳しいのよ。私が教えてあげる。本当か？やってみましょう。住人はお店にアイテムの注文をして、注文を見るボタンをクリックすると注文リストが表示されます。注文リストには注文数と保有数が表示され、各注文で要求され、まずはこう。それじゃダメだろ。これを持ちなさい。幽門城の平和のためでもあるから。わかった、ありがとう。ニーナ、久しぶり。この工房すごく立派だね。ヘラクレス、やっと戻ってきたね。子供の頃ここで。もちろん覚えてるさ。その頃ニーナは最強。そう、父が冒険に出てから私が鍛冶屋を継。さすがニーナだな。あなたもかなり成長しましたね。
今工房は事業を拡大しており、資本工房に投資？悪くないね。君の目は確かだ。ここに来るのは初めてでしょうから、まず私のビジネスを紹介しましょう。ヘラクレス、私の仕事場にようこそ。店主さん、この錬金ショップなかなか大バカが戻ってきたなんて。大バカってなんだか聞き覚えがある。君、まさかあの学者バカレイラか。誰が役者バカだって。私雑ヘラクレス、珍しいお客だね。君、ベルデン。ヘラクレス。そうだ、兄様が。あの、ありがとう。ヘラクレス。